菜花の里をご紹介しようと思うんですけども、綺麗ですよね。その前に、その桑名、はい、その名物があります。桑名名物の、桑名カレー、むしゃむしゃしたいと思います。今ずっといい匂いしてるんですよ。カレー。カレーのいい匂いしますよ、はい、これ。しかも、はい、驚いている方も多いと思います、お二人。なんとご飯を真ん中に右と左にそれぞれのルーが2つあるんです。そう、これなんでなの。はい、これそれぞれポークカレーとビーフカレーはい、ポークカレーとビーフカレーで分かれてるんだね。なってんです。なんとあのこれパッケージにですね、天下分け目の桑名カレーと言っておりまして、何やらですね、西と東ちょうどその豚ポークカレーとそのビーフカレーのちょうど境目がこの桑名エリアだそうですよ。なるほどね。そうなの。はい、なんか県民賞とかでもそれが取り上げられて、そのきっかけの新しい締めの名物として桑名カレーっていうのが今出てるんです。桑名の人はポーク派も、ビーフ派も、まあ、両方いるってことね。はい、西にカレー、ビーフカレー文化、うん、東にポークカレー文化、うん、この中間地点なので、まあ、両方いるっていうことなんでしょうね。ちょっと言ったら、天下分け目。ビーフ派が多い、ね、多くなったりするんでしょうね、桑名エリアで旅行に行くと。まあ、桑名市長おすすめって書いてるもん。あらこの、桑名市長の名前入れてないあたりが、長く使っていきたい気持ちが入ってる。確かにですね。名前入れちゃうと。いただきましょう。いただきましょう。僕じゃあ、ポークから行っていい？じゃあ僕、はい、ビーフから行こうかな。僕、ポークから。豚にしようかな。いただきます。どうですか？山田さん。うん。ビーフ。あ、うまい！すごい美味しい。キリンさんはポーク、ね。あ、ポーク。うまいです。これビーフじゃん。これ甘めです。私、合わせ技。あ、いきなり混ぜて。はい。ビーポー？ビーポーでいきます。ビーポー。はい、すいません。ミュージックポーザビーポーダンシング。柔らかなね、ルーですね。そうですね。美味しいね。めっちゃ美味しい。ポークちょっと甘めかな。美味しいわ、これ。なんか食感あるなと思う。これ、タケノコ入ってんだ。よっき。素晴らしい。あ、すごい。はい。ビーフはね、ちょっと酸味がありますね。あ、両方混ぜて、召し上がりいただくなどお楽しみくださいって書いてますね。それぞれを楽しんだね。最高です。俺もビーポー行ってみよう。今ねスパイスカレーでも混ぜたりするのがね、そう主流になってますから、美味しいわ。いい、ね、あ、これいいわ、ね、あ、混ぜたらこれ3種類あるね。あそうか、ビーフ、ポークと合わせ技ね。バーリーピーポー、いやー美味しいね。ちょっと桑名カレーっていうのも、ありがとうございました。ね、以上、ぜひ皆様も夢中になっちゃうチューブでした。じゃないのよ。え、お電話つなげてますから今待たせてるんですよ。え、ね、こんな美味しい、ね、カレーがある桑名なんですけども、三重を代表する観光地もあるということで、この方にお電話つながっております。菜花の里の運営会社であります、こちらは長島観光開発の中林さん、 お電話つながっています。呼んでみましょう。中林さん、こんにちは。おばんです。こんにちは、おばんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いやーもう大好きです、菜花の里。素晴らしいところですよね。ありがとうございます。私たちが行った時には、はい、お花が見えるエリアにもお邪魔させていただいて、はい、で、その後ですね、何でしたっけ、イルミネーション。イルミネーションが点灯してですね。そう、トンネルっていうか。我々で歩きましたよ。すごく本当に思い出に残ってます。ありがとうございます、もうイルミネーションも今年も始まってるんですか。はい、ちょうど今日からスタートします。そうですか、はい、もう今月スタートしたばかり、ね、どうですかお客さんの入りは。そうですね、やっぱり待ちに待たれていた方も多いので、本当にそうです、イルミネーション見られる方も感動して見ていただいていますので、いや、そうなんですよ。僕らもミュージックビデオで撮影して映像も使ってはいるんですけども、あれはね、やっぱり現地に行って見ていただきさえ、いただきたい。本当そう。ダイナミックさといい。すごいよ。いや、俺さ、イルミネーションもそうなんですけど、お花ゾーンがさ、だったよね、あんな大規模なお花が咲いてるところって、北海道にない、ないんですよ。俺、すごい感動しました。ありがとうございます。で、なんか、ちょうど今、今。特に今の時期ですと、コスモスが、見頃となっていまして、その後、11月に入りますダリアがかなり見頃に近づいていきます。
ダリア。なんすダリア。ダリア。ダリア。X のアルバム。うん、アルバムじゃありました。シングル。あ、シングルか。ダリア、ね。ダリアね、うん。ありましたけどね。いやー、結構やっぱその時期によって見頃のお花が変わるとは思うんですけども、うん、それでもずっと一、はい、年中、様々な花々に囲まれてますよね。そうですね。うん、春はチューリップでしたり、あとネモフィラも、大変人気になってきていますし。チューリップの次、なんとおっしゃいました？ネボ？ネモフィラです。ネモフィラ。ネモフィラです。何すかネモフィラ、初めて。どんな、あの、咲き方なんですか？ネモフィラって可愛らしい青色の小さな花がいくつも咲いていて。へ、う、ぇ、んはい。いいですね。ちょっと見たいですね。例えば有名、うん、そうです。はい。うん、青色の可愛らしい本当に小さい花なんですけれども、それがいくつも集まって、本当に青色一面の、いや本当にね、お花もあってですよ、そしてイルミネーションも始まったばかり、うん、ということですが、これはいつ頃までイルミネーションは見られるんでしょうか？こちら来年の6月2日まで開催しております、うん、結構長いんですね。しかもね、なんかあの、何やら今年20周年なんですか？そうなんです、20回目に突入しました。わー、おめでとうございます。イルミネーションが20周年、ありがとうございます。うん、ありがとうございます。テーマとかあるんですか？はい、今回テーマエリア毎年変わるものになるんですけれども、はい、こちらの今回のテーマが黄金のピラミッドとなっています。黄金のピラミッド、テーマ変わるんだ、はい、じゃあ我々が見に行ったイルミネーションと違うってことですか？そうなんです、テーマエリア毎年変わっているので。一番奥、なんかすごい派手だったじゃん、はい、派手だった。なんだかを全然覚えてないですけど、いやすごかったよ、でもめちゃくちゃ綺麗だった。なんかすごかったじゃん、うん、音楽流れてさ、うん、あれが今年黄金のピラミッドのテーマなんじゃない？そうなんです。なるほどな、毎年行かなきゃダメだでしょ、ね、いやそうなんですよ、うんね、しかもねイルミネーション始まったばかりということですから、うん、ぜひね、なるべくまあ今月来月あたりに北海道に住んでる人にも行っていただきたい、その理由がありまして、はい、なんと今月と来月はセントレアの道民割の特典で、特典で、ナバナの里入場券がもらえちゃいます。うわー、そうなんだ、すごい、絶対行きたい。いや、ねえ、拍手してくれてましたね、うん、あの中林さん、あの北海道で聞いているリスナーの方にですね、ナバナの里、はい、もうあのこれが見どころおすすめですというちょっと PR してもらってもいいですか？そうですね、やっぱりあのハンバーガーボーイズさんも体験された光のトンネル、うん、やっぱりここはもう定番のスポットになっていますので、なるほど、こちらはぜひ見ていただきたいです。うん、光のトンネル綺麗だったね。そうですね、ずっとあそこで暮らしたい。本当に、はい、本当に誰が見ても最初に見られた人は必ず驚いたリアクションしてもらえるんです。うん、そうですよね、この表情を見るのが本当に最高ですね。嬉しくて。それを見るのが、見せていただいているので。最高。あ、じゃあもう、大変ですもんね。中林さんはもういつもどっか影からずっともう見てに、ニタニタしてるってことですか？いや、怖い。ニタニタはしてないです。ニタニタしてない。怖い。単純に嬉しいってことですよね。やっぱ、来るお客さんでリアクションとして。はいはい、うん。いや、これね、ぜひ本当にあの、今月来月、セントラル道民割の特典で、ナバナの里入場券もらえちゃいます、うん。本当にイルミネーションは国内最大級のイルミネーション。素晴らしい。そして、花々がね、惜しく、綺麗に、時に可愛らしく咲いておりますので、見ていただきたいと思います。絶対あのエリアも入った方がいい。うん、ね。他にもね、本当にいろいろ一日中ね、見ても飽きないぐらい広いエリアになっています。はい。ぜひ、セントラル道民割を使って、お得にナバナの里楽しんでください。詳しい情報はセントレア道民割で検索してください。というわけでこの時間、中林さんどうもありがとうございました。また僕らもお邪魔します。またお邪魔します。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ラジオを聞いている皆さんも道民限定のお得がいっぱいのセントレアにぜひひとっ飛びしてください。タケノコかこれ。シャキシャキしたのはタケノコさん。ああ、タケノコ入ってるってさ、珍しいね。うん、これは珍しい。意外と、まあでもレンコンが入ってるみたいな感覚かな、カレーとかに、スパイスカレーに。タケノコってありだな。うん、美味しいわ。台湾ラーメン、グッチャイス。子供でも食べられるね。美味しい。辛くない。うん、あれ久しぶりに食った。